ああ、佐渡海上市から出るルートを調べたが、都市の外に出た様子はない。奴らはまだ町の中にいる。んじゃ、ちゃっちゃと追いかけますか。全員ドミネーターを持て。いつ必要になるかわからんからな。そんな言い方、まるでハルトがもう潜在犯みたいな言い方じゃねえか、ギノザさん。色相の濁りから考えてそうなる可能性もある。いざという時執行できない執行官など必要ない。分かったよ。使い方は分かりますか？配属初日に登録は済ませてあります。問題ありません。携帯型心理診断、鎮圧執行システム、ドミネーター起動しました。ユーザー認証、久賀立なでしこ監視官、公安局刑事課所属。使用許諾確認、適正ユーザーです。現在の執行モードはノンリーサルパラライザー。落ち着いて照準を定め、対象を無力化してください。うるせえ銃だよな。どうにかならねえのか。なーに、そのうち慣れるさ。それに指向性音声だからな、握ってるお前以外には聞こえんよ。準備はできたな。では行くぞ。正岡執行官はこの事件をどうお考えですか？ん？ああ、そんな堅苦しい喋り方しなくていいぞ。俺たちは執行官で、あんたの部下だ。この方が落ち着きますから。それで、何かご意見を。ご意見ってもな、単なる青春の暴走に見えるがね。青春の暴走ですか？離れ離れになった友達同士だろう。しかも坊主の方、あれは間違いなくジョーちゃんに惚れてる。思い出作りがしたかったってとこだろうな。さすがとっつぁん、年の子。興味深い意見ですが、原田森分析官から連絡が。佐藤春人と松方しおりが乗ったレンタカーの位置が判明しました。
早いな。常森監視官、目標への最短ルートを表示します。追跡してください。わかりました。オートナビに切り替えますね。先ほどの意見ですが、佐藤春人が松方しおりに恋愛感情を抱いているというのはどういった根拠で？そんなもんねえよ、勘だ勘。だが、こうもそう思うだろう。だな。俺としちゃ、そっとしておいてやれば案外あっさり落ち着きそうだと思うんだが。俺も同じ意見だよ。ガキのやんちゃくらい、ちょっと多めに見てやりたいところなんだがな。そういうわけにはいきません。彼の色相は濁り、声をかけたドローンから逃走しています。第一、恋愛感情と松方しおりを脅迫する行動の間に関連性が見受けられません。彼は色相を悪化させた結果、犯罪的な思考に陥っています。早急なセラピーが必要です。関連性が見えないって、そりゃ見つけました。目標の車です。確保に向かいます。了解。公安局だ。そこのレンタカー今すぐ停止しよう。電源を撤回する。ありゃやんちゃじゃ済まないぞ。止まれ、聞こえないのか。止まれっつってんだろ。じゃないってことか。無理です。私の運転じゃ追いつけません。佐藤春人は運転ライセンスを所持していません。なのにどうして？どうしてもこうしてもない。ジョーちゃん、とにかく食らいつけ。向こうの班と挟み撃ちにするぞ。はい。クガたち、ギノたちに連絡を頼む。常森は俺と運転を代われ。わかりました。常森茜、監視官権限により鴻上信也執行官の車両操縦を申請。正門並びに ID を認証、操縦を認可します。よし、時間がない。このまま行くぞ。常森はそのままアクセルから足を離すな。ハンドルは俺に任せろ。そんな無茶苦茶な。木野座監視官に連絡取りました。
こちらへと向かっています。運転はギノザ監視官か。ああ見えてなかなかやるぞ。アクセルから足離すなよ、ツネモリ。分かってます、分かってます、分かってます。常森監視官、鴻上執行官、大丈夫ですか？なんとかな。だが一体何が起こった？何がどうなっているの？どうなってんだよ。なんでパトカーが、公安局が追ってくるんだ？ママが通報したんだと思う。捜索願いが出されたんじゃないかな。ひょっとするともう、事件になってるのかも。なんでだよ。俺はただ最後の思い出が欲しかっただけなのに、どうしてみんな邪魔をするんだ？色相悪化、セラピーが必要なレベルだよ。どうしたのさ、ハルト。君は幸せじゃないの？うっせえな、黙ってろ。ねえ、もうやめよ。うちへ帰ってみんなにちゃんと謝ろう。今ならまだ許してもらえるよ。そんなに俺から逃げたいのか？痛い。話したくないんだ、一緒にいたいんだ。あとちょっとだけ、そう、今夜だけ、二人っきりで。手を離して。私が嫌なことはしないって約束したでしょ。先に約束を破ったのはお前だろ。今日一日は俺と付き合うって言ってくれたのに、パトカーに助けなんか求めてさ。もういや、うちへ返して。そんなに俺が嫌いか？だよな、ずっと前から好きなのは俺の方ばっかりで、お前はキス一つさせてくれなくて。けど俺たち、しょっちゅう一緒にいたよな。なんで？お前にとって俺は何なの？お友達？アクセサリー？それとも便利な道具？なんとか言ってくれよ！ハルト、君は幸せじゃないんだね。うるせえな！ぶっ壊されてるのか！僕は壊されるのは嫌だ。生きてるものはみんな自分を大切にするし、守ろうとする。そうだよね。ああ、そうだよ。でも生きてたって楽しくねえよ。それは困る。ハルト、僕は君の役に立ちたい。君が幸せになれたら、僕は嬉しいんだ。ねえハルト、どうすればいい？だったら邪魔すんな。俺としおりを二人っきりにしてくれよ。分かったよハルト。僕はなるべく君に干渉しないことにする。でも公安局か、お前奴らの動きが分かるのか？僕らの動きが奴らに筒抜けなんだよ。この街では
あらゆるところに監視の目が張り巡らされてる。なんとかしろよ。奴らに捕まったら終わりだ。わかった。やってみるよ、ハルト。君の幸せのためにね。何なの、このホームセクレタリー。でも役に立つ。お前とも会わせてくれたしな。二人っきりだ、しおり。パトカーのナビシステムに干渉されちゃったみたい。マニュアル運転中に強制割り込みをかけられるだなんて、敵は相当できるクラッカーじゃないかしら。佐藤ハルトたちの行き先は？それもさっぱり。 GPS データも街頭カメラやスキャナのログもいつの間にか全部消去されちゃってたのよね。さすがの私もお手上げだわ。佐藤ハルトがクラッキングを仕掛けたということか。だがプロフィールを見る限り、奴の情報処理の交差ポイントは決して良いものではなかったぞ。はいはい、しおりちゃんが協力してるってのは？だって二人とも仲良かったんでしょ？その可能性は低いと断定できます。松方しおりはこちらに助けを求めていました。また彼女の情報処理能力の交差ポイントもこのクラッキングができるものではありません。となると別の共犯者がいるな。佐藤ハルトに協力しているクラッカーがいると言いたいのか、鴻上。そうとでも考えなければ説明がつかない。助けて。お困りですか？厚生省アーバンサービスは市民の皆さんの健康な生活をサポートしています。そんなことより通報して、あなた公安局のドローンなんでしょ？何やってんだお前。トイレじゃなかったのかよ。何逃げてんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。重篤なストレス反応を検知しました。色素をチェックします。色素、シエンナ。速やかに専門の医療機関でメンタルケア。ほーら見ろ、色相チェックに引っかかっちまった。俺たちお尋ね者だけど捕まりゃしねえさ。なあしおり、逃げても無駄。助けて。騒ぐな、ひどいことしたくないんだよ。うわ、こじれてるこじれてる。大昔のドラマ見て。これがこれで終わり？映像は記録されてないんですか？記録されていません。消去された可能性が高いです。ただドローンのフェイスレコグニション機能は正常に作動し、音声データの識別も完了しています。いるかどうかわからない共犯者の話は後だ。一刻も早く佐藤ハルトを確保に向かうぞ。でもさ、どうやって探します？この町結構広いっすよ。彼は典型的な DV を起こす男性のパターンに当てはまっています。松方しおりを都市に連れてくる際に脅迫したことからもそれは明らかですが、この先暴力がエスカレートする可能性が高いとあんたは見てるのか？はい。早く見つけないとやべえってことじゃねえか。こういった男性は相手をコントロールしたがるため、自分のテリトリーから出ることを良しとしません。
佐藤春人の生活圏内にいる可能性は高いと思われます。となると古典的だが、家宅捜査なり聞き込みなりで普段春人がよく行く場所を調べるのが早いな。そんな原始的な方法では解決に時間がかかりすぎる。佐渡海上市中のドローンを全て動員し、捜査範囲を広げるべきだ。クラッキング対策はどうするんです？問題ない。ドローンとの情報共有をリアルタイムで継続的に行い、監視網を形成する。敵が情報操作をする前に尻尾をつかむんだ。俗に言うしらみつぶしですね。聞き込み捜査と同じくらいに古典的な手段だと思われますが、有効な判断です。古典的だと？はい。使用しているものが人間かドローンかの違いはありますが、刑事は足で稼ぐという古典的な言い回しを体現するような手段かと。猪野座さんも俺たちと同じデカってことか。口を慎め。俺が貴様ら執行官と同じだというのか。猪野座監視官、落ち着いてください。事件を解決する有効な手段の考案に監視官、執行官の区別はありません。俺は冷静だ。私にはあなたが激高しているように見えます。ご自分の感情を正確に理解され、平静を取り戻していただかねば、あなたの判断を信頼できません。俺の方が執行官より信用できないというのか。もう二人とも今は言い争ってる場合じゃありません。どうするか早く決めないと。こうしている間にも時間はどんどん過ぎていってるんですよ。そうだぜ、ギノ。だいたいクガたちだって別にお前の捜査方針を批判したわけじゃないだろう。ならば俺の捜査方針に従えばいいだけだろう。いえ、二つの捜査方法は同じくらい有効だと判断しました。よって私はチームを二つに分けることを提案します。それいいですね。じゃあ猪野座さんはドローンの指揮をお願いします。私は正岡さんたちと聞き込みをしますから。わかった、いいだろう。オートナビを外した車も2台ある。それでクガたち、君はどちらにつく気だ？では聞き込みの方を担当します。私の持つ知識、技能はそちらの方がより高い効果を発揮すると判断しました。勝手にしろ。だが忠告しておく。執行官のやり方に染まるな。色相が濁るぞ。私は私の判断で最適な行動を選びました。その上でそういった言い方をされるというのは、判断に誤りがあるとおっしゃりたいのでしょうか。まあまあ、クガたち嬢、猪野座さんはあんたを心配してるだけだ。カリカリ。意図が不明です。私は私の判断に誤りがあるのか、猪野座監視官に問いたいだけなのですが。心配などしていない。判断に誤りがあるかどうかは自分で確かめろ。わかりました。初任務ゆえ不安を持たれていると理解しました。結果を出す。おいおい、これはまたなんつうかロボットみたいだな。猪野座さんも真面目なんですけど、クガたちさん、それに輪をかけて真面目すぎるんですよね。変わったやつだな。犯罪学や心理学の知識は豊富だが、監視官というよりはむしろ研究者か、いや
研究者に作られたドロイドの方が近いか。ドロイドか。なるほど、言えて妙だな。二人とも久我達さんに失礼ですよ。いえ、私の言動がそういった印象を与えるものだということでしょう。不快ならば改めるよう努力。いや、不快ってわけじゃないが、難しいな。いいじゃねえか、今のままで。それがあんたの個性なんだろう。個性ですか。ああ、人間なんてみんな違うもんだしな。あんたの言い方はちょっと分かりにくいけど、事件の解決。とにかく行きましょうか。空の森さん、クラッキングで破壊されたデータの修復ができたらすぐに送ってください。オッケー、茜ちゃんのためならお姉さん頑張っちゃうから。お願いします。できる限りで構いませんので。では常森班の皆さん、聞き込みに出動します。オートナビは使えませんけど、運転は誰が。常森監視官、お願いします。免許は所持していますが、運転した記憶がありませんので。わかりました。時間をかけてる余裕はないが、どうする？トッツァン、佐藤ハルトの自宅を捜索するか、友人に聞き込みをするかってとこか。そうですね。久我達さんはどう思われますか？タチさん、これメンタルサプリと睡眠薬の包装ですね。どちらも市販のもので、保護者の許可なく未成年に買えるものです。とはいえ、この量は異常だと言えますが。隠してたってことは、色相が濁っていく自分を親には知られたくなかったみたいだな。さっきの様子だと、息子が追い詰められていたことには気づいてなかったようだ。誰にも言えずにあがいてたってとこか。男の意地だな。そんな、学校にはカウンセラーもいるはずです。それに色相が濁れば、家族や友人に相談するよう推奨され。世の中、口に出せるやつばかりじゃないってことだ。
これを見ていただけますか。貴重な資料だと思うのですが。よく図書館でデートしてたみたいですね。自習室で一緒に勉強しようってログがたくさんあります。ですが佐藤春人と松方しおりの交差ポイントには差があります。なぜそんな非効率なことを。一緒にいたいからに決まってるじゃねえか。人間はな姫さん、正しいか正しくないかだけじゃ動けないんだ。佐藤春人は松方しおりと同じ学校に行こうと努力していた。だが二人はシビラの判定で引き裂かれた。悲劇だな。これは憶測に過ぎんが、親の制止でもあって連絡が取れなくなったのかもしれんな。それであのガキはプッツンして大事なお姫様を何が何でも取り戻そうとしたってわけか。現代のロミオとジュリエットか。となるとあいつらの行き先は図書館だな。それしか考えられない。断定しちゃっていいんですか。ああ、俺はその可能性が一番高いと思う。デカの勘ってやつだ。だがこれは賭けでもある。外せば時間ロスは免れないからな。だが俺も図書館にかけるぞ。こう姫さんもさっき言ってたろう、こういう男は自分のテリトリーにいたがるってな。思い出の場所である図書館はまさにそのテリトリーそのものというわけか。うん、私はもう少し聞き込み捜査をして裏を取った方がいいと思いますけど。図書館に向かいましょう。向かっている図書館は公園の中にあります。ビンゴってところか。急ぎましょう。佐藤春人の色相は危険域に達しています。松方しおりの色相だけでなく身体に危害を。ああ、ここからが本番だぞ、なでしこ姫さん。分かっています。さあ、二人の元へ。なあ、よくここで一緒に勉強したよな。楽しかったよな。なんとか言ってくれよ。なあ、しおり。なんでそんな顔すんだよ。俺のこと嫌いなのか。あんなに一緒にいたのに、あんなに好きって言ったのに、お前だって好きって言って。来ないで。
こっち来ないで。隣に行くだけだ。前みたいに二人並んで、ここで勉強ばっかしてたよな。閉鎖されちまったんだぜ、お前が東京へ行くのと同時に。私のせいじゃない、私悪くない、何にもしてないだよな。俺たち何にもしなかったよな。手ぐらいはに来ないで。騒いだって誰も来ねえよ、ここ廃墟だしな。やめて。無駄だ、ここには俺たち二人っきりさ。誰か知ってるか、ここって密室なんだぜ。なしおり、何でもできるぞ。何でもだ、閉館時間も人の目も物音も気にせずに好きなだけさ。お前の言うことなんかもう聞かねえよ。だってお前は俺なんか捨ててったん。いやありません、佐藤春人たちの乗っていたレンタカーと ID が一致します。建物の扉はロックされてるみたいですね。例の協力者でしょうか。鴻上さん、正岡さん、物理的に破壊できますか。まあ慣れたもんだ、任せときな。お嬢ちゃん、許可を取ってくれや。常森茜、監視官権限により執行官の車載工具の使用を申請。使用者は正門並びに ID を認証、レベル1装備を認可します。とっさん、腰痛めるなよ。向かせ。よし、行こう。さあ、行くか、姫さん。はい。足跡が追えるほどに埃は積もっとらんな。どうするか。こちらを参考にしましょう。館内ガイドマップか。ここです。
いてろ。なんでだよ、なんで逃げるんだ。こんなに好きなのに、愛してるのに。いや、やめて。もうやだ。そこまでです。犯罪係数312、執行モード、リーサル、エリミネーター。慎重に照準を定め、対象を排除してください。しおり、お前のせい。犯罪係数オーバー210、執行対象です。執行モード、ノンリーサル。おい、待てよ、久方次長。そのまま放置すれば、強行状態に陥った彼女が自害、あるいは他害を起こし、さらに犯罪係数を上昇させる危険性がありました。これは必要な措置です。しおりさん！判断は悪くない。だが、なぜ執行官に命じず、自分で撃った？引き金を引く意味を理解するためですが。君は何を言っている？執行するかどうかの判断はシビラが行いますが、発砲は自動でなされるわけではない。引き金を引くという行為を人間が行うことには意味があると感じました。その意味を理解するために撃ったと？はい、そうですね。それで理解できたんですか？はい、刑事として社会の平穏を守る責任をより強く実感させるために、このようなシステムになっているのだろうと私は感じます。引き金を引くという行動により、自分がシビラの判定を遂行する立場であることを認識させる、職責を自覚させる良いシステムです。人を撃ったという罪悪感で色相が濁る可能性も存在しますが、涼しい顔でさらっと言うな。
こりゃとんでもない新人が来たもんだ。言いたいことはわからないでもないですけど。俺としちゃますます久我たちの過去に興味が湧いてきたね。一体どういう人生を送ればシステムの意図を探った上でそれを肯定するなんて思考に到達できるのか。やっぱ人間じゃないんじゃね。ドロイドちゃんって見てると退屈しなさそう。やりきれないよな。それは佐藤春人を潜在犯として執行することになったからですか。いや、まあそれもあるが、もっとどうにかならなかったのかって思うんだよ。と言いますと。春人はさ、あいつは本当にしおりが好きだった。しおりの方も付き合ってる間は春人のことを憎からず思っていたはずなんだ。なのにシビラに引き裂かれてこんなことになっちまった。好きとか嫌いって気持ちまでシビラに決められるなんて、そんなのおかしいだろうがよ。おかしくはありません。社会階層の異なる相手との恋愛適性が低いことはこの数十年のデータで証明されています。だからって、物理距離の問題だけで言えば離れていても交際を続けるカップルも存在します。距離を理由に疎遠になるのならば、所詮そこまでの感情、別れる方が互い。じゃあ何か、あんたは俺のあいつへの思いが軽いものだって言いてえのかよ。落ち着いてください。私は一般論から佐藤春人と松方しおりの恋愛関係について私見を述べたに過ぎません。そこに悪い、あまりにも今回の事件が昔の俺と被るもんでな、ついカッとなっちまった。剣執行官の過去ですか、お聞きしても。あんまり聞いて楽しいもんでもないけどな。簡単な話さ、俺にも昔付き合ってた女がいた。けどシビラの判定で離れ離れになって、気がつきゃ連絡も取れねえ。あいつも俺と同じように俺のことを思ってくれてると信じてたんだがな。わびしさを同じ心と聞くからに、我が身を捨てて君ぞ悲しき。それは、その歌は源氏物語に出てくる恋の歌です。恋をする胸の苦しさはお前も同じだと聞いて、我が身がどうあろうとも愛おしさがあふれる、そんな歌だろう。よくご存知で古典に詳しいのですか。いや、さっき言った女が好きだったんだ、そういう昔の歌をな。そうですか。昔の恋歌は苦しさを歌ったものがとても多いですね。
それでも愛おしいというのはどういうものなのでしょう。私には理解しえない感情のようですが。理解できないって決めつけることはないと思うがね、俺は。あんたは俺の知り合いに似て理屈でものを考えすぎだと俺は思うね。だいたい好きとか嫌いなんて機械に測れるもんじゃねえ。魂の奥底から湧いてくるもんだ。そうかもしれませんね。サイマティックスキャンだけでは読み切れない何かが人間にはまだ存在している。その一つが愛情だとおっしゃりたいのですね。ああ、そういうわけじゃねえが、まあそんなとこか。まあだからあんたにもいきなり誰かが好きで好きでたまらないって日が来るかもしれねえってこと。どうした久我たち嬢、もしかして俺に惚れたか。いえ違います。そもそも今の私は恋愛感情を理解できていません。よって。は軽いジョークだ。ジョーク。ひどいよ。ハルトはせっかくしおりに会えたのに、一緒にいられるだけで幸せだったのに。今度はあいつらに邪魔されないようにしなきゃ。今回のケースは標本事件に似ている。標本事件とはどのような事件ですか。昔そういう山があってな、あれはひどい事件だった。鴻上、バカなことを言うな。猟奇殺人と少年による誘拐事件のどこが似てる。犯人は犯行遂行能力がないにもかかわらず事件を起こした。標本事件もそうだった。あの事件にも、そして今度も協力者がいる。常軌を逸した頭脳と力を持つ何者かが。だとすれば今度の事件にも続きがあるっていうこと。その可能性は高い。憶測の話はそれくらいにしておけ。俺たちにはまだ捜査の続きがある。忙しくなるぞ。
で、これがその映像になるわけだけど、ちょっと。これは、まるで現代のフランケンシュタインだな。作られた人間が意志を持って起き上がっているようじゃないか。バカなことを言うな、鴻上。自立行動が可能な AI は存在しない。まして、擬態が意志を持って動くだと。そんなことがあり得るか。しかし、確かにこいつは動いてるぜ。盗難というより逃亡だ。医療用擬態の特性上、高度脳神経医療患者の脳内データとネットを介して接続することで脳内モニタリングが可能です。つまり理論上、外部から擬態をコントロールできるはずです。外部から侵入したクラッカーが擬態を操って逃げたと。そう考えるのが最も無理がないはずです。金森分析官、盗難事件発生時に外部から何か不審なアクセス記録は存在していませんか？ああ、ちょっと待ってね。あたは、あからさまに怪しいの。本当か、からの森。ええ、犯行時刻のあたりだけやけに病院のサーバーに過大な負荷がかかってるのよ。まるで大量の情報を送り込んだみたいに。間違いなく外部のクラッカーの仕業だわ。地方とはいえ、厚生省管理下の病院にクラッキングを仕掛けるなんて、ずいぶん腕に自信があるみたいね。そうね、ちょっと爪が甘い気もするけど、でもアクセス元はしっかり消してる。そのあたりはさすがね。これは追いかけるの苦労するわよ。その点に関しては引き続き追跡を頼む。オッケー、任せて。随分とハイスペックな機体だ。先端的な研究に使われるべき代物だと思うが、発注者は誰だ？名のある研究者だろ。それが無償で寄贈されたものなんだそうです。何それ、怪しいな。剣、何か気がかりな点があるんじゃないの？いや、知り合いが以前そこに勤めててな。セクスタスタワーに医療従事者だったのですか？ああ、仕事ぶりはよく知らないが、優秀なやつだった。最も医者としてはどうだったんだろうな。あんたと同じで、人の感情が理解できないやつだったからな。私と同じ。にしてもこいつは随分と別品さんな擬態だな。その形容は正しくありません。別品とは一般的には女性に対して用いられる言葉で、少年の携帯を持つ擬態に対しては。そんなことは分かってるよ、監視官。だがな、見ろよ、天使ってやつは本来性別なんか関係ねえんだろうな。私、この擬態を知っているかもしれません。なんだと、どこでだ？すみません、それは分かりません。ただどこかで見た気がしたんです。もしかして記憶喪失になる前に見たとか？その可能性はありますが、はっきりしたことは何とも。私の気のせいかもしれませんし。まったくだが、もし本当に君がこの擬態を知っていて、何か手がかりを思い出したのならば。はい。でもさ、どこかで会ったことあるかもなんて、ナンパの超トークじゃん。ドロイドちゃんってば、こういうのが好みなわけ？客観的に見て美しいとは思いますが、
私に人形性愛の傾向はありませんよ、かがり執行官。うわ、マジレスだった。でもこんな可愛い子なら確かに欲しいわよね。弟みたいに構ってあげたいわ。盗み出したやつは何のためにこれを。ま、それを突き止めるのが俺たちの仕事だろう。常森です。くつろいでいるところすいません。今時間大丈夫ですか？どうしてもお伝えしておきたいことがあって。あの、先日は初めての事件お疲れ様でした。久我たちさんすごく立派でした。私なんか最初は訳も分からず突っ走っちゃって、みんなに迷惑もかけて。久我たちさんみたいにどんな場面にも冷静に立ち向かえるような、そんな監視官になりたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。久我たちさんに頼ってもらえるなんて嬉しいです。私よりずっとしっかりして見えるから。常森監視官は先輩に当たりますし、有能な方だと聞いていますから頼りにしています。そうかな、私なんてまだまだですよ。でも後輩ができたんですから頑張らないとダメですよね。常森はこう見えてデカとしての信念を持ってる。被害者を救うためには執行官だってためらいなくドミネーターで撃つ女だ。鴻上さん、あの時のことは。その別に責めてるわけじゃないさ。それでどこへ行く？今日どこと決めてるわけではありませんが、地理の把握を主目的に歩ける範囲を歩いていこうかと。きっちりしてるようで妙なところは大雑把だな。まあいい、デカの基本は足だからな。あ、それなら流行ってるお店とか調べてきましたよ。とりあえずそっちに行ってみましょう。
Alright. I'm gonna cut it right there. I mean, that was a little bit longer than I expected. But it's gonna be a long little playthrough. Pretty nice though. I enjoyed it. To make this nice little story. So, anyways, guys, have a good one. I'm gonna try to do this as quick as possible, also. Quickly as possible. And, see how it goes. I might do Sagurius eventually. You know, whatever. I just plan on doing this in Indigo Prophecy. So, next time, peace out, dudes.